キャバクラ真相回転するのか。入れ替わりの激しい街だからな。お、フォーシャイン。俺が昔店の手伝いをした蒼天堀の店と同じ名前だな。確かライバル店の圧力で潰されそうになっていたところ俺が黒服になってサポートしたんだ。大変だったがなかなかいい経験だったな。ユキ、小ユキ、ヨウタさん、あれ以来会っていないが皆元気だろうか。しかし同じ店名とはもしかして系列店なのか。うちの店に何かご用ですか。ん、まずあれ、どこかでお会いしたような。人違いでしょう。それではなんでしょうか。いつの間にか消えちゃったからどこかで野垂れ死なれたのかと思ってましたよ。もう少しは顔出してくれればいいのに。お久しぶりです。お元気でしたか。ああ、まあなんとか。お前こそ元気だったか小雪。ここってもしかしてあのフォーシャインか。あの大阪ナンバーワンキャバクラフォーシャインが満を持して関東上陸。もうすぐオープン初日なんですよ。ほう、すごいじゃないか。で、どうなんだ、順調なのか。それがなかなかそうもいかなくて。よーよー、関西から来たよそ者さん、まだ帰ってなかったの。困るんだよね。よそ者が簡単に店出せると思われちゃうとさ。カムロ町にはカムロ町の流儀と品格ってのがあるのよ。関西弁のおばさんたちが簡単に足踏み入れていい場所じゃねえの。前から言ってんだろ小雪さんよ。また来た。誰だこいつは。ライバル店の人です。うちらがカムロ町で商売始めるのが気に食わないらしくて、しょっちゅう邪魔したり脅したりしてくるんです。おかげで風評被害も広がるし、怖がって女の子も何人か辞めちゃったりして超迷惑してるんです。俺たちも穏便に済ませたいんだけどよ、無理やりオープンしようってんならこっちも無理やりやらねえとダメかもな。あっかんべーだ。あんたらなんかの差し続けるくらいなら死んだ方がマシよ。なめやがって。なら俺がカムロ町の流儀叩き込んでやるよ。どう叩き込む気だ。なんだてめえは。俺はここで雇われていたもんだ。カムロ町にてめえが語れるような流儀はねえ。そしててめえみてえな輩に品格を語られる筋合いもんねえ。言うねえよさ。いいよ、まずはあんたからやってやるよ。眠らない町カムロ町の怖さ、おのぼりさんどもに教えてやるぜ。楽しませてくれ。いつでも行けるよ。結構調子いいかも。よいしょ。やる。で、俺の番か。やるのかよ。相手にならねえな。
大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。なんだこいつ、めちゃくちゃ強え。さっさと消えろ。この店に手出したら俺が承知しねえぞ。すみませんでした。すみません、また助けてもらっちゃいましたね。桐生さんには助けてもらってばかり。そんなことはないさ。邪魔が入りましたけど、せっかくなので中でお茶でも飲んでいってください。さ、どうぞどうぞ。なかなか広くていいじゃねえか。ほぼほぼ前にあったお店の居抜きですけどね。いい場所が空いたので思い切って借りちゃったんです。俺が抜けた後、フォーシャインはどうなったんだ？キリュウさんがフォーシャインを蒼天堀ナンバーワンのお店にしてくれた後も、私とユキさん、ヨーダさんたちで一丸となってナンバーワンの座を守り続けました。15年くらいの間、関西の一番であり続けたんですよ。すごくないですか？ああ、それはすごいな。てっぺんってのは取るよりも維持し続けることの方が難しいからな。だが、どうして今のタイミングで関東に進出することになったんだ？もともと関西以外にも店を出そうという話は何度かあったんですが、ユキさんもヨーダさんも欲がない方ですし、クオリティを落としたくないという理由でやってこなかったんです。でもヨーダさんとユキさんが経営から引退されることになり、私が代わりに店を任されることになったので、せっかく代替わりするなら何か新しいことに挑戦したいなって思いまして。なるほど。新オーナーの小雪は関東進出がしてみたかったというわけか。関東じゃなくてもいいんですけどね。単純に私はフォーシャインというお店が大好きなので、関西以外の人にももっと知ってほしい、味わってほしいという思いが強いんです。蒼天堀の店は他のメンバーが盤石で、私がいなくても全然回せますし、だったら私は店を預かる人間にしかできない戦いをしたいなと思って。いいじゃねえか。店のことを大事にする小雪らしい選択だと思うぜ。ありがとうございます。でもやっぱり難しいですね、経営って。キャストとして接客だけしていた頃とは大違い。考えなきゃいけないことも山ほどあるし、さっきみたいな面倒なことにも巻き込まれたりしますし、こんなことをユキさんやヨーダさんは長年やってきていたんだと思うと、改めてすごい人だなぁと今になって痛感しますよ。私の知らないところでいろんな人たちが私たちを守ってくれていたんだなぁって。それが分かっているならきっとうまくいくさ。すまないな、忙しいのに邪魔してしまって。いえ全然、というかむしろずっといてほしいくらいですよ。桐生さんが黒服をやってくだされば百人力ですから。おいおい、また働かせる気かよ。勘弁してくれ。冗談ですよ。でも人手が厳しいのは本当なんですよね。さっきの奴らの脅しや圧力のせいで女の子も結構減っちゃいましたし、スタッフも引き抜かれちゃったりして、結構自利品なんですよね。時代は変われどその辺は変わらねえんだな。蒼天堀のお店の連中にヘルプは頼めねえのか？できなくはないですけど、あっちはあっちで人気店ですからね。初日はもうすぐですから、スケジュール調整とかも難しいし無理かなと思っています。ならユキに頼むのはどうだ。元伝説のキャバ嬢だろ。いや、それができたら最高なんですけどね。
今ユキはどうしてるんだ。ユキさんはご自身の夢を叶えるべく新たな挑戦をされています。新たな挑戦。はい、キャバで貯めたお金で飲食店を始められたんです。そっちが盛況で忙しい忙しいって言ってました。だから私たちの事情でそんな忙しいユキさんの新たな挑戦を邪魔しちゃいけないなって。軌道に乗ってたとしたら悪いですし、足引っ張りたくないですから。それにいつまでもユキさん頼みじゃいけないですしね。私が頑張らないと。どうした。いや、最近ちょっと働きすぎてるせいですかね。ちょっと胃腸の調子がよろしくなくて。あまり無理すんなよ。しかしユキの新しい挑戦か、気になるな。どんな店なんだ。あまり詳しくは教えてくれないんですが、横浜のスナックがいっぱい入ってるビルの一角に開いたみたいな話は聞きました。横浜、偉人町か。おそらくスナックが入ってるビルっていうくらいですし、元伝説のキャバ嬢ですから、スナックかなんか始めた感じですかね。行きたいな。でもなんかせっかく新しい挑戦をしてるんだから邪魔しちゃ悪いと思って、気を使っちゃって顔も出せてないんですよね。偉人町なら俺が今寝泊まりしている町だ。おお、ならぜひ顔出してみてくださいよ。桐生さんが来たらきっとユキさん喜びますよ。絶対絶対行ってくださいね。え？おう、やった。行ったら様子を教えてくださいね。もしうちの心配をしていたらお気になさらず、忙しいご自身のお店の方に集中してくださいねと伝えてください。わかった、伝えよう。ありがとうございます。よかったらオープン初日には桐生さんも遊びに来てくださいね。時間が合えばな。大変だと思うがあまり無理するなよ。お前は頑張りすぎる嫌いがあるからな。肝に銘じます。会えて本当に嬉しかったです。俺も成長した小雪に会えてよかった。じゃあまたな。はい。どちらまで行かれますか。それでは出発。
これだな。よし、取れたぜ。チラシ寿司バー銀車輪、こんな店あったかな。へえ、らっしゃいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声はてやねえ、寿司食いねえ、ごとんです、どすこい。何やってんだあいつ。お客さん、まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。ん、うん、鈴木です。どこかでのたれ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうか、どうしてこの店が分かったんですか。あ、いや、小雪に聞いてな。なるほど。さあどうぞどうぞ、食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。お邪魔します。本当にお久しぶりです、キリュウさん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がチラシ寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか。さすがに驚いた。どうしてまたチラシ寿司屋を。小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ。儲かってんのか。それが全然。チラシ寿司の味には自信があるんですけどね。チラシ寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だが、お前伝説のキャバ嬢だったんだろう。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね。なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらチラシ寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、チラシ寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので、人脈じゃなくチラシ寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォー社員だって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。
その怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。はあ、小雪は、ゆきさんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてるのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのに、めちゃくちゃ暇してるなんてカッコつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな、小雪はユキのことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れないか、それだけ心配ですけどね。ああ、それなんだが、なんだか今大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、他の嫌がらせもあって人手が足りていないらしい。小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、はあ、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか。言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはあいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに、私が見えはったせいですね。悪いことしちゃったな。キリュウさん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね。うざがられますかね。小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。キリュウさん、そうですね、ありがとうございます。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備してカムロ町に行ってみます。キリュウさんもよかったら放射員の初日顔出してくださいね。わかった。よし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。体調万全だぜ。それでは。
もしもし。伊達だ、桐生。大事な話がある。今時間作れるか。準備ができているならすぐに来てほしい場所がある。どうだ。すまない、もう少し待ってくれ。そうか、わかった。時間ができたらハーバーライトに行ってくれ。着く頃にこっちからまた連絡する。じゃあな。よう、ユキ。あ、キリュウさん、初めて見ました、フォーシャイン東京。本当にフォーシャインが東京に進出するんですね。潰れそうになっていたジリ貧の弱小キャバクラがここまで来たと思うと感慨深いです。お前は関東進出には反対だったんだろう。うん、反対じゃないですよ。ただ勇気がなかっただけ。フォーシャインという大切な場所をもし失敗して失ってしまったらどうしようって、それでできなかっただけだから。小雪ちゃんはすごいですよ。ちゃんとリスクを背負って勇気を持って踏み出した。結果はどうなったとしても彼女の一歩は尊いです。そうだな。やあ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 、この前はよくもやってくれたな。誰です、お友達ですか。そう見えるか。オープン初日は店の未来を占う最重要日、その門出をぶち壊しにやってきたぜ。ユキ、下がった。こいつらに東京の厳しさ今度こそ教えてやるぞ。行け。やる気か。さて始めようか。結構調子いいかも。容赦しない。さあ勝負。私の番。相手してやる。治療するよ。俺の番。恥かいても知らないから。かますで。ここは任せて。やる。相手が悪かったね。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。やっぱりダメだった。さて軒先の掃除は済んだな。店内の様子を見に行こう、ユキ。はい。こんにちは。すみません、まだ開店前で。って、ゆきさん。やっほー、小雪ちゃん。なんか大変だって聞いたから手伝いに来たよ。もし邪魔じゃなければだけど。邪魔だなんてそんなわけないじゃないですか。でもお店が忙しいんじゃないですか。ああ、それなんだけどね。めちゃくちゃ忙しくないの、見え張ってただけ。すまんすまん。あ、本当なんですか。ああ、本当だ。本当に暇そうだったぞ。耳が痛い。ユキさん、どうした。会いたかったです、ユキさん。ユキさんがいないと私やっぱり寂しくて。小雪ちゃん、私も会いたかったよ。よく頑張ったね。さて
そろそろ開店だろ。準備をしないといけないんじゃないのか。そうでした。ユキさん、お手伝いお願いできますか。もちろん。じゃあ久々にキャバ嬢モードに変身しちゃいますかね。うわあ、超楽しみです。さささ、こちらへ。ちょっと待っててくださいね、キリュウさん。ああ、お待たせしました。どうですかね。綺麗だ。本当に素敵です。ユキさんがいれば100人力です。でも今日はオープン初日でしょ。回すにはエース級がもう一人くらい欲しいところね。誰かいますかね。エース級キャバ嬢か。一人心当たりか。本当ですか。お願いします、紹介してください。わかった、聞いてやるよ。何かと思ったら、まさか桐生さんにキャバクラに呼び出されるとはね。このお方は。ああ、俺の仲間でサイコっていう。横浜でキャバのママをやってる。小雪です。サイコさん、わざわざお呼び立てしてしまい申し訳ありません。ユキです。桐生さんとは昔からの知り合いで。ユキ、小雪、もしかして蒼天堀ナンバーワン店舗フォーシャインの伝説のキャバ嬢ユキさんと小雪さんですか。え、あ、はい、まあ。あ、すごい、本物。ユキさんの出したキャバ経営の本めちゃくちゃ読みました。それはどうも。お前、いつの間にそんなの出してたんだ。いや、成り行きで、若気の至りです。でもこんな風に読んでくださる方がいたなんて嬉しいです。あの、紗栄子さん、私たちオープン初日なんですけど、諸事情で人手が足りなくて。申し訳ないんですが、お手伝いいただけませんか。お礼はさせていただきますので。もちろん、私でよければ勉強させていただきます。ユキさん、小雪さんと一緒に店回せるなんて光栄です。やった、ありがとうございます。これでなんとかキャストは足りそうか。はい、キリュウさんのおかげです。でももう一つだけ足りないポストがありまして。まだ足りないポスト。まさか。いやー、やっぱり桐生さんは黒服が似合いますね。懐かしいな、この感じ。あの頃を思い出しますね。素敵ですよ、桐生さん。すみません、男性スタッフも足りてなくて。今日はよろしくお願いしますね。っていうか、キリュウさん、フォーシャインの黒服もやってたんですか。なんで。これだけ長く生きてるといろいろあるんだよ。まあ仕方ない、乗りかかった船だ。どうせやるなら派手に出航するとしよう。はい、そろそろオープンの時間です。よし、行くぞ。フォーシャイン東京、オープンだ。
ありがとうございました。終わりましたね。大盛況だったわね。さすが関西の名門フォーシャイン。みんなお疲れ。よく頑張ったな。桐生さんもお疲れ様でした。ユキさんもサエコさんも本当にありがとう。今日を乗り切れたのは皆さんのおかげです。私、ユキさんからオーナーを引き継いで、オーナーが変わったからフォーシャインはダメになったとか言われたくなくて、だから焦って関東進出をしたり、結構無理をしてしまったのかもしれません。なんか巻き込んでしまって申し訳ないです。私ももっとユキさんみたいにうまくできればいいんですけど、力不足でごめんなさい。小雪。何言ってるの小雪ちゃん。あなたは私がひよったことにも勇気を持ってトライしたのよ。それはとっても素晴らしいこと。私にはできないことだわ。確かに私にできて、あなたにできないこともまだまだあるのかもしれない。でも私にできなくてあなたならできることも星の数ほどあるはずよ。だから小雪ちゃんは小雪ちゃんらしく、あなたにできることを精一杯やればいい。私の真似なんかしなくてもいいの。そんなことしなくてもあなたは魅力的だし実力もある。私が保証するわ。だから自信を持って自分の好き勝手輝きなさいね。ユキさん。ユキさん。おっと。素敵な人ね。伝説のキャバ嬢と言われるのも納得だわ。ああ、俺もそう思う。皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからうまくやっていけそうか。はい。桐生さんのおかげで嫌がらせもなくなりそうですし、一生懸命大好きな放射員のために私なりに頑張っていきます。もしよかったらまた遊びに来てくださいね。サエコさんも喜んで。小雪ちゃんファイト。なんだか負けてられないな。私もお店頑張らなくちゃ。そういえばユキさんのお店って何なんですか。ずっと教えてくれなかったですけど。ああ、まだ知らなかったのか。チラシ寿司屋だ。え、チラシ寿司屋。なんでまた。まあいいじゃないの。長く生きてるといろいろあるのよ。今のところ全然全くマジで流行ってないから、フォーシャインを見習って頑張るわ。ユキさんのお店が流行ってないなんて私許せません。私が毎日通いますよ。朝昼晩1日3食ちらし寿司にします。やっぱりそう言うと思った。いいからいいから、それより自分のお店頑張ってね。はい。じゃあ、お別れだ。元気でな。あ、どうした。どうせですから最後にあれやりません。あれ、はあ、あれか。いいですね。やりましょう。サエコさんも一緒にね。あれ、ああ、ユキさんの本に掲載されてた写真のあれですね。仕方ね、最後だしな。やろ。よし、じゃあ行きますよ。皆さんの今後のご多幸を祈って。ワンツースリーフォーシャイン。